言葉なんかじゃない。ふむ、なんかもうナチュラルキザが発動しすぎて、もう常に演技してるような口調よな、時短すごいわ。あれ、ああいうのが周りによったらちょっと引いてまうかもしれない。うーん、あんまおらんもんね、あんな。やっぱり時短の頭の中にはダガーのことしかないみたいね。あんな手紙書かなきゃよかった。でも時短とても寂しそうだった。英子が時短のために何かしてあげられることはないのかな。あー、時短のバカ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 、時短のニブチン。英子の気持ちも知らないで、時短には悪いけど今夜は会わないでおこう。そうと決まったらあのニブチンが来る前にこの場所からいなくならなくちゃね。お、これがうまいこと作用して、あ、誰か来るわ。時短かしら。急いで隠れなくちゃ。発動するぞ、この。お？なんでこの二人組？兄貴、誰もいないみたいっすよ。ちょっと来るのが早かったかな。かもしれないっす。でも、一体誰なんすかね？兄貴にラブレターを書いたのは。そりゃ、お前。この文面を見りゃ、超べっぴんさんが書いたのに決まってるだろ。本当っすか？兄貴いつも俺はモテるとかなんとか言いながらモテてるところなんて見たことないっすよ。だいたいその手紙だって兄貴が直接受け取ったわけじゃなくて、兄貴がこっそり城の様子を見に行った時に頭の上に落っこちてきただけっすよね。だから言ってるだろう、直接手渡すのが恥ずかしくてそういう方法を取ったのに決まってるって。それにお前、俺がモテないなんて疑ってるみたいだけど、それは間違ってるぜ。本当にモテる男は兄貴誰か来たってさ。兄貴隠れっす。やれやれ、みんな隠れてみんな隠れてる。いや、英子バレるやろ。今夜より一層警備を強固にせねばなるまい。朝も昼も夜も雨の日も風の日も晴れた日も身を粉にして厳重な警備を行うのである。右よし、左よし。お、このようなところにゴミくずが。いや、これはゴミくずではなくて手紙のようであるな。何何？うん、まあこの手紙やろな。え、ベアトリックスはどういうこと？落としたの？ベアトリックスも。なんと、これは恋文ではござらんか。一体誰が誰へ当てた恋文なのであるか。いや、タイミングやすぎる。宛名も送り主の名も書いておらんな。まさか自分がこの場所を通ることを知った者がこの場所に手紙をさりげなく置いたのではあるまいな。だとすると一体誰が。あ、来た。すごいことになっている。ものすごい確率での出来事や、これは。スタイナー、ベアトリックス、まさかお主。タキタキ、これが大人の恋っていうやつかしら。あ、兄貴、しっ、黙って見てろ。スタイナー、ベアトリックス、どうなるのかしら、どうなるのかしら。近い近い、もうバレてるって、そのブランクマーカス側に。お、お、鼻血が出そうっす。マジか、純粋な男マーカス。バカ、親指でも突っ込んで我慢してろ。ヘプシャ。あははは、バカ。ボス。ああ、せっかくいいところだったのに。あ、いった。え、両方脈割り。すごいぞこれは。作り出したやつが壊しよった。状況を。チタンのやつめ、どこへ行きよったのじゃ。さあな。僕探してくるよ。おっと、
何すんのよ、危ないわね。エイコは今イライラしてんだから気をつけなさいよ。何も言わない。お、ちょっと失礼いたします。こちらにエイコというお嬢さんはおいでではありませんかな。は、あの時の偉そうなおじさん。ほほ、相変わらずお元気そうで何よりですな。そうよ、エイコはいつだって元気いっぱいよ。でも本当はジタンの心の隙間にさえ入ることができなくて涙が出そうなのよね。今何か申されましたかな。うん、何も言ってないわ。ところでエイコに何か御用があってきたんじゃないの、偉そうなおじさん。おお、うっかり忘れてしまうところでした。お嬢さんの来られた村、なんと申しましたかな。マダインサリのこと。そうそう、そのマダインサリのことで少々お尋ねしたいことがございましてな。いいわよ、手紙を書いてくれた俺に何でも教えてあげる。でもここじゃなんだからおじさんのお家に行ってお話ししない。私の家ですか。私の家はトレノというところにありましてな、ここからは少々遠いのでございますが。トレノ？なんだか怪しげな響きの町ね。いいわ、エイコ、今いろんなものに興味があるの。ちょっとぐらい遠くてもいいから案内してちょうだい。俺も、誰？あ、俺もついてくぜ。おお、カードゲーム大会、マジか。今トレノでカードゲーム大会ってのをやってんだろ？俺も一応参加してみたいんだ。カードゲーム大会？なんだか面白そうだね。僕も行ってみたいな。私も行ってみたいの。どれのか。ほっほ、何やら賑やかになってまいりましたな。いいでしょう、私が皆さんをトレノまでご案内いたしましょう。まさかの、そんな展開になるんか。ここにはまだ霧が残ってるのか。なんだか霧が晴れる前のイーファの木みたいな感じね。でも前より霧は薄くなったような気がするよ。ふむふむ、霧を皆さんが止めたお話は伺いましたが、根を通って送り込まれていたためまだこの付近には残っておるのでしょうな。これがガルガントか。懐かしい。それでは参りましょうか。これ全員乗れへんやろ、これ。月なき美空の道化師たち。まさかあいつらか。おじゃる、ごじゃるか。ああ、やっぱそうや。誰もいないでおじゃる。本当でごじゃるか。本当でおじゃる。広場、みんな寝てる。本当に誰もいないようでごじゃるな。当たり前でおじゃる。で、これからどうするでごじゃるか。ガーネット様にお願いして再び城に戻らせてもらうでおじゃる。本当に城へ戻れるでごじゃるか。そんなことをお願いしてみないとわからん。隠れるでおじゃる。ああ、こいつらって結局ブラネの言うこと聞いてただけなんかな。ようわからんやな、こいつら。誰もいないようだな。そうっすね。うまいこと隠れて、俺たちがジタンのためにできることはこうやって夜回りをして、そしてアレクサンドリアが平和であり続けることぐらいしかないよな。そうっすね。そうすればジタンさんも安心するはずっす。しかし不気味なくらい静かな夜だな。よし、もう一回りしよう。了解っす。ふう、早く見つかるところだったでおじゃる。で、これからどうするでごじゃるか。そんなことは決まっているでごじゃる。あんな奴らがいるアレクサンドリアからはとっとと逃げるに決まってるでおじゃる。こいつらはちょいちょい出てくるんやろな。ロケット団みたいな感じなんかな。邪魔してこんといいけど。お、もう着いた。こんなところから取れのに。ここなんかあれみたい、テイルズ・オブ・ベスペリアのほら
名前がリタの部屋みたい。なんか大概本がいっぱいあって地球儀のでっかいのみたいなのがあると似たような印象があるか。狭苦しい旅で申し訳なかったですかな。いや、なんだサラマンダ、トレノに来たことあんのか。お前はどうなんだ。俺か、俺はいいの女のおるたくないい女のいるところならどこでも。ねえ英子、ちょっと街を見てきてもいい。マダインサリのことをお話しするのは後でいいよね。どうぞどうぞ、何も急ぐことはございませんのでな。何ゴゾゴゾしてんの、行くよ。え、僕当たり前でしょ、英子この街初めてなんだから。それでは私も行くとするか。羽を伸ばすにはいい機会じゃ。ちびっこコンビが。サラマンダ、お前はどうするんだ。無視。相変わらずよくわからんやつだ。おお、そういえば今日がカードゲーム大会の受付最終日ですぞ。そうか、じゃあちょっくら行ってくるかな。私も少々腕に覚えがあります。マジで。もし何かお困りのようでしたら手助けいたしますぞ。へ、人の助けを借りなきゃいけないほど落ちぶれたつもりはないぜ。そうですか、ではまた。まあ、決勝戦取っといたらどうすんねん。英子先生書く語りき、いいタイトル。あの、なんでジタンと一緒に行かなかったかって。うん、あの二人はニブチンだから一人になんなきゃわかんないの。何が。ああもう、あんたもニブチンなんだから。いい、ジタンはね、ダガーのことが大好きなの。でもジタンはカッコつけたがるから喧嘩しちゃうの。わかる？あんまりよく。エイコが一緒にいてもカッコつけちゃうからね、ジタンは。困ったもんだわ。あれ何？あれがカードスタジアム？あ、ちょっと。行っちゃった。お、何？おんや、お前は確か。え、何？え、誰？ほんまに覚えてない俺。誰や？カード集めてはいかがですかね。確かに。え、御用立てしてくれんの？マジか。嬉しい。当分はガルガンとかもらってきて。あ、そんなとこから。こういう建物に行ってみたいな。あー、でもカードゲーム大会か。いいな。お。いかにして彼は、その土地に立ったか。使用人のマルコ。え、何やったっけこいつ。またお前に会うなんてな。あの時はどうもありがとう。いや、礼なんていいけどさ、うちのご主人様がいい人だったからいいようなものの、普通なら断れる。切られるに見えた。断れるぞ。いきなりアレクサンドリアの劇場艇に行く飛空艇に乗せてくれだもんな。へへ。どうだったい、劇は面白かったか。うん。おお、そういや途中でなんだか大騒ぎになったけど大丈夫だったのかい。あ、その大丈夫かな。そりゃよかった。さてと、オイラも仕事に戻らねえとな。そういやトレノの近くなんだろお前の家って。うん、そうだけど。あ、そうなん。ちゃんと家に帰りなよ。そんじゃ元気でな。普通にいい人やった。めっちゃ猫背やなこいつ。猫背というか首がめっちゃ前に出てる。おじいちゃんはもういないんだけど。そうだな、ちょっと家に帰ってみようかな。でもそう、帰ってみようよ一回。ちょっと家に帰ってみようかな。もうビビの家気になる。自宅、ビビの自宅公開の巻。これはタイムイベントで追っかける感じかな。そのようだ。
ただ水辺に臨みて。なんかタイトルがおしゃれというか、なんかそういう感じになってきたな。お、河原の景色だ。四方でのとこ出た。こいつ知ってるぞ。騙されなかったが、鳥のくせに目だけは確かだからな。次はどこで稼ぐかな。お、もしかして知り合いじゃん。おっと、なんで、でげえ舞台、図体してぶつかってきやがって。おいおい、喋れねえのか？お前、俺様を誰だと思ってやがる。知らんな。知らねえだ？俺様はその筋じゃ名の通った。ん？お前、どっかで見たことあるような。お前は、ホモラ色のサラマンダ。めっちゃ見た、後ろのやつ。あら、サラマンダ、どうしたの？なんだかさっきの人怖がってたけど。わかった。また弱い者いじめでしょ。弱い者いじめは弱い者がすることだって、英子のおじいさんも言ってたわよ。余計なお世話だ。なんで、ガキンチョ連れかよ。ホムラ色のサラマンダにそういう趣味があったとはな。おっと、ごめんよ。お邪魔しました、と。殺されるぞ。変な人ね。ちょっと、おい、行ったっちゃうんか、これ。あら、サラマンダーどこ行くの？変な人ね。あいつ死んだな。四本腕の男。腕二本ぐらいになってるやろな、次会った時は。怪しいわ。怪しくないよ。あの二人は。いやー、ストーリーがこう、もりもり進んで楽しいね。アルテミシオンが手紙を届けてくれたクポだけど、手紙を届けられるのは今回が最後かもなんてことを言ってたの。クポ、どういうことクポ？モグリヒへの手紙。アレクサンドリアの町にランナーが現れたクポ。どこでも早く町の大通りを駆け抜ける。そのランナーの名はカバオ。すごいやつクポ、名前忘れない。カバオ、カバオ、カバオ。でかくなったな、あいつも。